はい、八重樫さん正解です。私は今日郡山市にある帝京浅香高校にやってきています。なぜここに来たのかというと、実はある部活動が日本一に輝いたんです。聞こえてません？聞こえてます。トコ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 入っていきますよ。そうです、そうです、和太鼓部の皆さんです。こんにちは。こんにちは。いやー、揃ってますね。この間の日曜日に埼玉で行われた全国大会で7人制の女子の部で優勝を果たしました。で、大人も混じっての大会だったので、大人も破っての優勝だったんですね。ではここからお話を伺います。副部長の遠藤さんに、すみません、こちらにお越しいただきました。初めての学校としても日本一となりましたが、はい、お気持ちどうでしょうか。はい、本当に日本一っていう自覚がなくて、もう今でも本当にびっくりしているぐらいです。そうですか、はい、大会当日はどういう思いを込めて演奏されたんでしょうか。はい、大会ではお客様に勇気を与えるような演奏、パフォーマンスをしていきました。本当にコロナ禍でこの3年間も大変な部分あったと思うんですけれども、どうでしたか。はい、1年生の頃は全くイベントとか大会もなく、はい、2年生からイベントとか大会が増えてきたので、もう、はい、もうそこでもう流れに乗ってこの大会につながったっていうことです。ですからこの2年間なかなか思うようにできなかった分の思いも込めてだったわけですよね。はい、でこの後ですね、この大会で披露した演目を副テレ特別バージョンで披露していただくんですけれども、どんなところ注目してみたらいいでしょうか。はい、リズムなんですが、タンタンタタンタンタタンタンタタン、チョイスサーの部分があるんですけど、その掛け声に沿ってチョイスサーの後のリズムの見どころなので、チョイスサー、はい、これ最初の方に出てきます。皆さんちゃんと見逃さないようにしてください。はい、ではご準備お願いいたします。遠藤さんからもありましたが、本当にコロナ禍でイベントとか、大会とか中止が多くて披露の場が少ない中で、なんとか掴んだ日本一でした。ではお聞きいただきましょう。頂点を目指すという意味を込めて作られました演目です。天命、副テレバージョン。心臓をこう動かされるという、心を動かされるというのはこういうことを言うんですよ。響いてきました。どうでした、八重樫さん。いや、もう耳だけじゃなくて目からも振動が来るくらい、もうパフォーマンスがすごいかっこよかったです。そう、うん、本当にこの体のどこからこの力強い音が、ね、出てくるんだろうという感じもしますし、ちょっと見ていただきたいところがありまして、週6日ぐらい練習されてて、家でもずっとこうバチ握って叩いてらっしゃるそうなんですね。で、ありがとうございます。演奏終わってね、ちょっと手も震えてますが、もう豆が手の至るところにできてるんですよ。これだけバチを握ってきた、だからこそ掴めた今回の日本一だったんですね。どうもありがとうございます。で、この今3年生2年生の姿も見ながらですね、今度は1年生のみんなも力をつけていきますし、そして今度の12月、男子のみんなと女子のみんな一緒になって、今度は一つのチームで日本一決定戦という大会で日本一を目指して戦っていきます。では最後に大会に向けて意気込みお願いします。12月の大会でも日本一を目指して頑張ります。頑張ります。日本一の演奏をお届けしました。